で2点目はですね、この旧居留地のライトアップ、これを来年のルミナリエに間に合うように進めます。でちょうど昨日の夜、三宮駅のデッキのライトアップを行います。あの神戸の玄関口三宮、そして旧居留地、そしてウォーターフロント、これはできるだけあの上質な公共空間にしていきたいと考えておりまして、その上質なあの公共空間のポイントの一つが夜間のライトアップだというふうに考えてきました。夜間景観を演出をするということですね。で旧居留地は非常に高質なレトロな建築群、あるいは店舗群がありまして、これらをつなぐ通りで構成をされております。まあ、落ち着いた風格のある街並みが形成をされてきました。でこの旧居留地につきましては、これまでもライトアップは行われているわけですけれども、さらにこれを拡大延長高質化をいたします。ルミナリアの期間中なども含めた神戸都心のさらなる回遊性の向上ということも目指して、落ち着きや安らぎを感じていただけるような空間になるように、温かみのあるオレンジ色、電球色の照明を基調として整備を進めます。で具体的にはですね、一つは、明石町筋ですね、明石町筋のこのライトアップ、これを今もこれも行われているわけですけれども、これを延伸をいたします。2号線まで延伸をいたします。それから小川筋、それから京町筋の照明、これを電球色に取り替えます。で東遊園地の樹木のライトアップを行います。でこういう形でですね、ルミナリエの会場をどうするのかということはこれから検討されるわけですけれども、今年行われた分散配置はかなり好評でしたので、仮に今年あったような分散配置が行われれば、全てではありませんが、このルミナリエの展示会場とですね、この元町方面や あるいはこの三宮方面からですね、このイルミネーションされた道を歩いていけば、自然にこのルミナリエの会場に到達をすると。今はここ点であったものが、全面的にではありませんけれども、このイルミネーションによってつながれて線になると、そういうイメージで、ルミナリエに間に合うように進めてきたというふうに考えております。で10月2日には点灯式を行います。明石町筋の北側で、イベント16時45分ということなので、もうこの頃の季節ではだいぶ暗くなってきているのではないかと思いますので、こうイルミネーションが点灯して、街の雰囲気がパッと変わる、昨日もそういうような光景が演じられたわけですけれども、そういう点灯式を予定をしているところですので、またお越しいただければというふうに思います。